アーマードコア6グリッド086侵入。ハピネスダークのハピネスです。 S ランク取得の流れのご紹介動画やっていきたいと思います。アセンブルは動画の最後にお送りしています。後付け実況で意識したいポイントをトークしています。もう初動ちょっと始まってますけれども、これ脇のね、まあこの、左側ですか、ここ通ってパーっていくとミサイルと雑魚回避していけるんで、まあ結構楽ですただね、あのラミーと戦ってる間に後ろからミサイル飛んでくる、今回も飛んできますけれども、まあ、ちょっとこれ気をつけたいかなって感じです。当たり方によってはスタッカーの危険性あるので、それだけ注意ですね。あとはラミーに関しては今回ね、両手にショットガン、肩にもショットガンで、まあ今回スマートクリーナー、まあ、最後のあれですね、そうボス、まああれも見越した装備なんですけれども、しっかりと AC 戦にも対応できます。で今回はラミーはまあ確定で倒さなきゃいけないですけれども、途中で個人的にはなんですけど、今作一番謎な AC パイロット、まあ、いらっしゃるんですけど、あいつを倒してないパターンと倒してるパターンでご紹介しています。で先に倒してないパターンです。まあ別にあいつを倒さなくても S ランクは別に撃破対象とかではないので、全然取得可能なので無視して OK です。まあ一応ね、後でそれをお送りするときは、まあここは流れ一緒ですよというのは早送りでお送りしております。で比較的安全なルートで行ってますこれは。そうね、後ろにトイボックス出てくるんですけれども、無視します。まあ多少ダメージ受けてもこんなもんなのでまあいいかなっていう、まあ別に倒してもいいです、後で倒すパターンもやりますが、別にパターンっていうほど大げさなもんでもないので、まあとりあえず出てきたら倒すぐらいな気持ちでも OK ですね。で道中にいる邪魔な敵は倒して、無視できる敵っていうのは無視しています。でこれトイボックス結構撃ってくるの早いので、気持ち早めに上に登る感じがおすすめですね。ただまあここはちょっと自分のいる地形分かってない可愛い子がいるんですけど、まあこんな感じで倒して、でこれちょっとごめんなさい、行こうとしてるんですけど癖で行っちゃっただけなので気にしないでくださいいつも倒してるんでやるときはまああとはね、順当に行って中ボスの4脚倒してって感じなので、でシンダーには申し訳ないんですけど、歓迎の花火は全部事前対策させていただいております。本当はね、あえて書かれに行くのもかっこいいんだけど、まあ、紹介動画なんでね、収録中なんでっていうことで、で今回長距離ショットガンなんで、まあ、こんな感じで遠くからでもその拡散した弾が当たってくれれば、まあ、歓迎の花火もしっかりと落とせるかなという感じになっております。まあ当たりどこによってはね、4脚に対して大きくスタッカーゲージ伸ばす原因にもなるんですが、まあ、4脚に関してもしっかりとこうやってスタッカーを狙って、でまとまったダメージを取ってバイバイという感じですね。かなり強力なので、このショットガンまとめっていうのは。そうで今回みたいに全部単体の敵ですよね、ザコも含めて、まあ今の群れはいましたけれども、歓迎の花火で倒せたりだとか、結構このグリッド086侵入っていうミッションそのものが単体の敵と戦う機会が多いんですよね。でまあその他ミッション、例えばカタフラクトとかもそうですけど、うん、単体の敵と戦う時のこのショットガンまとめは非常に強力ですね。なんか AC6 のショットガン強すぎるまでありますねミッションもそうだし、対人戦でも大人気だしっていうね。で、スマートクリーナーなんですけれども、最初に、この頭のとこ狙ってね、スタッカーゲージを大きく稼いでいきます。で多少俺攻撃当たってますけれども、もう割り切りですこれは、完全にご利用してます。でスタッカー入ったら正面に行って撃ち続ける。これねもうちょっとね、頻度高くバシバシ攻撃するべきだったんですけど、まあ後でワンスタッカーで、この上に飛ばずに切るっていうのは後でご紹介できますので、まあ、ちょっと今飛んでちょっと若干遅いですけれども、この武装を使ってる割には遅い戦い、倒す撃破になってますけれども、まあ、こんな感じでね、しっかりと大きくまとまったダメージも稼いでキルできるかなという感じになっております。はい、まあ、特にね、どんな形であれ破砕アームに当たらないようにって感じですね。まあ、もちろんこのステージクリアのスピードも大事ですけれども、スピード以上にやっぱりAP 削られないようにっていうのが特に重要なステージだと思うので、まあ、いざという時にはパルスアーマー貼ったりだとか、まあ、そういう安全を期して戦うべきだと思います。はい、まあ、リペアあんまね使わない方、感じで意識してプレイしてれば、まあ、しっかりと S は比較的取りやすいと思いますので、まあ、ぜひぜひそういうところを念頭に置いてプレイしてみてほしいと思います。はい、まあ、現にね、優勢で続いてると途中の補給いらなかったりするんで、まあ、そんな感じですね。で、今回は、AC を撃破するパターンです。っていうのも、あんま時間かけないんで、30秒ぐらいしか差がないです。ステージクリアには。
デジ君重要なところは普通の速度で紹介してます。まあせっかくなんでね。でラミーに関してもさっきのパターンはね、あいつがなんか結構柱に引っかかったりちょっと厄介でしたけれども、実際はこんな感じでキックとか入れながらダメージとスタッカーゲージ稼いで、でまあショットガンでまとまったダメージを取っていくという感じですね。そう、特にねスタッカー入ってからの両手でショットガンを打ち込むっていうのはかなりダメージでかくなるので、そう全然ね片吹き強力な何か大砲系がついてないけど大丈夫っていう声もあるかもしれないんですけど、全然問題なかったりしますね。であそこのトイボックスもあのタイミングでしっかりとスタッカー狙って倒すと。でこの辺も、雑魚掃除したらこの中に入ってって AC 戦ですね。で先手打ちますので申し訳ないですけど時間もあるんでっつってね先手打ちますのでスキャンを入れてから、準備して攻撃で、この端から逃がさないぐらいの気持ちでキック入れて端に追い込んでそのままフィニッシュひでえよなこれ、この武器こっちね何もしてないからねあいつまあこんな感じですね。そう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 、エアがこの反応になるのもわかる気がしますね。であとはまた歓迎の花火を、落としてからですね。まあちょっとね綺麗にやりたかったんだけどね、先に言っちゃうけどあいつにスタッカー入れられるんだな、謎ですね。ダメージそんなねえのに悔しいですねまあ、あとさっきと同じですね、スタッカー入れてからまとまったダメージを取っていくという感じです。で、クリーナーなんですけれども、今回クリーナーは比較的まあちょっと割り切りで多少ダメージも受けますけれども、うん、クリーナーは比較的、綺麗にできたかなという方です。はい、でこれでスタッカー入れたらすぐさま下に降りて、下に降りる時間が早ければ早いほど攻撃のタイミングがたくさんあるという風な捉え方で大丈夫ですね。でひたすら自分の持ってきた武器でダメージを与えて終わりですね。やっぱねその削り方が半端ないので、このショットガンまとめはこうボスに対してね、スマートクリーナーが何する前にもその戦闘モードがちょっと変わりましたみたいなパートもありますよね。まあそういうのも知らん知らんっていう感じで撃破することもできるので、だいぶねこの武装でまとめるのは個人的にはですけれどもおすすめだったりします。楽できるんでね、分かりやすいのでやり方が、スタッカー入れるで入ったら撃つっていう、まあ大体そうだと思うんですけど、狙ったりとかじゃなくてその近くに寄ってくって感じなんでショットガンなんでね、なんかやるのはそれぐらいでいいかなっていうところがあるんで、個人的にもまあ手に馴染みやすいのかなと、そんな風に思ってたりします。そんな風な印象ですね。はい、これで S ランク取得は終了になります。で、アセンブルに関してはまあ道中も言いましたけれども、うん、まあショットガンで今回まとめてますが、まあいつも言うようにテロップも出てると思いますが、好きなのでね挑むのが一番だと思うし、これだけじゃなくて俺もいろんなパターンで試したりとか遊んでるんで、紹介動画ではショットガンですけれども、まあもしねこれもありだなっていうのがあったら、まあその都度別の形で動画化もしていこうと思ってます。はい、そんな感じですね。 ENK と実弾系伸ばしておくのおすすめです、こちらね OS は。そんな感じでハピネスダークのハピネスでした。また別の実況動画でお会いしましょう。バイバイ。